ブレット・マイケル・ガードナーは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、オレンジバーク郡、ホリーヒル出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。チャールストン大学の3年の時に、2005年の MLB ドラフト3巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名を受け、6月12日に契約した。2008年6月30日のテキサス・レンジャーズ戦で、 メジャーデビュー。一番、左翼手でスタメン起用され、サンダー打数無安打1三振に終わった。2009年は、メルキー・カブレラとのポジション争いで開幕スタメンの座を勝ち取った。5月13日、トロントブルージェイズ戦にて、メジャー初本塁打を放つ。2010年は、左翼のレギュラーに定着し、150試合に出場。リーグ3位の47盗塁を記録した。また、 チーム2位の79支給を選び、出塁率は383を記録した。好プレーを見せるガードナー2011年は49盗塁で、ここクリスプと共に初の盗塁王に輝いた。2012年1月20日に1年280万ドルで契約を延長した。シーズンは右ひいの怪我により、わずか16試合の出場に止まった。 12月7日に1年285万ドルで契約を延長した。2014年1月17日にヤンキースと560万ドルの1年契約に合意した。2月23日にヤンキースと総額5200万ドルの4年契約に合意し、翌24日に球団が発表した。9月21日のブルージェイズ戦で球団創設1万5000発目の本塁打を ドリュー・ハッチソンから放った。シーズンでは、前年に記録した8本塁打を大幅に更新し、自身初の2桁となる17本塁打を記録した。一方で、三振134も、自己ワーストで、規定打席に到達したシーズンでは、自己最小となる21盗塁に終わった。2015年も左翼手のレギュラーで起用されたが、ジャコビー・エルズベリーが、故障で離脱したこともあって、 40試合で、中堅守も守った、打撃面では打率。259.16本塁打、66打点という成績を記録し、2014年から2年連続で15本塁打以上を放った。しかし135三振は、自己アーストだった。また、盗塁数も2シーズン連続で減少し、20盗塁だった。2016年は148試合に出場。 打率261、7本塁打、41打点を記録した。しかし16盗塁に終わり、規定打席に達したシーズンとしては自己最小だった。オフにゴールドグラブ賞を左翼主部門で初受賞した。2017年6月1日のブルージェイズ戦で通算1000本安打を達成。8月25日に前日に起きた乱闘の件で、 罰金処分が課せられた。この年もリードオフマンとして151試合に出場し、打率264、21本塁打、63打点、オプス778、23盗塁を記録。自身初の20本塁打を記録するなど長打率、オプスはキャリアハイの成績を残した。また、2年ぶりに20盗塁以上を記録し、 アンダ数もキャリアハイとなる157ンダを記録した。一方で対左投手の打率が209に止まった。2018年は外野手のレギュラー候補が多い状態で開幕を迎えた。しかしながら、その候補の一人であるジャコビー・エルズベリーガートにシーズン前球になる怪我を負い、クリント・フレイジャーはスプリングトレーニング時になった脳震透に一年を通して苦しみ出場機会を得る。 ことができず、アーロンジャッジは手首の怪我で2ヶ月ほど離脱をしたため、もともと予想されていた試合の出場時間よりも増え、140試合に出場し、2008年以来最も低い打率となる、236、12本類だ、45打点だった。2018年10月31日、ヤンキースは2019年シーズンに向けて1250万ドルの オプション契約を結ぶことを辞退したが、その代わり750万ドルの単年契約を結んだ。2019年も、前年同様外野手の飽和状態で開幕を迎えたが、前年同様故障者が続出し、ジャンカルロス・タントンはほぼ全休、アーロン・ヒックスは、怪我を繰り返し最終的には、トミー・ジョン手術、ジャッジも脇腹を痛め2ヶ月近くも、先月を離れる中、 ほぼ怪我なくこれらのプレイヤーの穴を埋めた。8月10日のブルージェイズ戦で球審の判定に暴言を吐いたとして、ベンチにいたガードナーが退場になったが、実際にはダグアウトの天井をバットで突くような素振りを見せただけで無実だった。最終的にはチームに故障者が続出する中、141試合に出場。打率、251ながら自己最多。 チーム3位となる28本塁打を放ち、超打率とオプス、打点でも自己ベストを記録した。オフの10月31日に FA となった。2020年1月11日、ヤンキースと1年1250万ドルで契約合意した。この年は49試合に出場して打率、223、5本塁打、15打点、3盗塁を記録した。 オフの10月30日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となったが2021年2月22日にヤンキースと1年185万ドルで再契約した。2022年は230万ドルのプレイヤーオプションとなるが、 ガードナーがこれを破棄した場合、球団側が715万ドルのオプションを行使するか115万ドルを支払いバイアウトするかを選択することができる。ありがとうございます。